大隅の事案でありますが、今朝8時ごろ発生したということであります。衝突した船、相手方の船はプレジャーボートというふうに伺っております。今回このような事故が発生してしまったということ、これは防衛省自衛隊を監督する私として誠に遺憾なことであると思っております。速やかな原因究明、そしてまた再発防止にさらに努めてまいりたいと思っております。ご案内のとおり、中国やインド、ASEAN 諸国は非常に高い成長力、経済的な成長をもたらしておりますし、またこれに合わせてアメリカもリバランス政策ということで、特にアジア太平洋地域の充実、これは軍事力の質量の向上ということにもつながりますが、それを推進しようとしております。このような経済面でのプラスということと、とはいえ、安全保障面で、これは北朝鮮の脅威の問題もありますし、また中国が非常に高いスピードで軍事力を伸ばしているということもあると思います。こういう中で、アジアの発展の背景の中で、経済力、経済成長というプラスの局面、また安全保障面でいまだにさまざまな懸念が存在するというマイナスの側面、この両方があるのがこのアジアの特徴だと思っております。防衛省としましては、せっかくのこのプラスの局面、アジアの成長を我が国の成長に取り組むということ、この国の目標の中で、少なくても我が国の安全、あるいはアジアの安定のために、防衛力としてどのようなものが整備が必要か、そのような考え方の中から、今回の大綱中期防の考え方を打ち出させていただいております。特にその中で基盤となりますのは、我が国には6800の島があります。また、海洋面積、排他的経済水域では世界第6位の広い水域を有しているのが我が国の特色であります。ただ、これらの島をめぐるさまざまな状況の中で、グレーンゾーンが顕著化するような状況にもあります。今後、その対応について、しっかりとした考え方を打ち出すためにも、国家安全保障会議、日本版 NSC、これが有効に機能するものと、私どもとしては考えております。